ずらりと並んだ米袋、その量およそ6トン。 JA 広島久井アグリセンターではおとといから新米の検査が始まり、今日は近隣で収穫されたコシヒカリなどおよそ2000体が揃いました。等級検査では袋から米を抜き出し、粒の大きさや色、形などが調べられます。中によう見とったら芯がちょっとね、白いのがちょっと見られるかな。まあ、今年暑かったけどどうしてもしょうがないような気もしますけど、結果に応じて取引価格が変化するため、生産者もドキドキ。綺麗な米です。ありがとう。一等で。どうだろう。嬉しいですね。一年の集大成ですので。一等の評価を長年獲得しているベテランでも心配事が。今年は暑かったっけね、高温障害なんかでね、ちょっとどうなんかね、米が白くなるんかね。記録的な猛暑に加え、害虫のカメムシの大量発生と不安材料も多かったといいますが、気になる結果は。やっぱりいいお米だと思ってます。はい。じゃあこれ一等で。はい。ありがとうございます。嬉しい。やっぱり1等と2等言ったらやっぱりね違いますからね、そして気になる米の品薄問題は、お米のないっていうところになってますけど、そちらの方は解消されてくると思います。品質的には上々といった形にはなるので、皆さんしっかり味わって食べていただけたらなとは思います。 JA 広島によりますと、農家からの仕入れ値が去年より 30% から 40% 上昇したことで、市場の販売価格も上がる見込みで、早ければ来週には店頭に並ぶ予定ということです。